今国会最大の焦点、政治資金規正法の改正案はまもなく参議院本会議で可決され成立します午後には岸田総理大臣と野党党首による党首討論が開かれ、国会は最後の山場を迎えます国会内から中継です 自民党派閥の裏金事件に端を発した政治資金規正法の改正案は、与野党の攻防の末、現在、私の後ろの参院本会議場で最後の討論が続いており、まもなく可決されますこんな抜け道だらけの規正法改正で、自民党は国民の怒りを甘く見過ぎてはいないですか。 規制法の改正をめぐり自民党は公明党の主張を入れてパーティー券購入者の公開基準額を5万円超に引き下げ日本維新の会の主張を入れて政策活動費の領収書などの10年後の公開を盛り込みましたしししかし衆議院で賛成した維新は 自民党の旧文通費の対応に反発して反対に転じ、昨日は岸田総理に対する問責決議案、今日は浅尾参院議運委員長の解任決議案を提出しました。これ、取り上げないということは、全くこの裏金問題について、自民党は反省していないという調査であると。 しかし、いずれも採決されることはなく、自民案はこの後、与党などの賛成多数で可決される見通しです。一方、午後3時からは3年ぶりの党首討論が行われます。立憲民主党は党首討論を受けて内閣不信任案の提出を検討しており、23日の会期末に向け、与野党の攻防が続きます。